皆さんこんにちは、小千田塾の小千田です。最近ね、ちょっと買い物したんですよね。じゃんということでね、これ分かります皆さんね、ストレッチポールと言いましてね、床に置いてゴリゴリゴリってこう当てて、もう筋肉ほぐすみたいなやつなんですけど、腰がね、筋肉あんまり良くないので、ゴリゴリゴリってやって、こうなんか、ああいいなみたいな感じでやってるんですけど、この前ね、こうやって背中をやってる時にね、一瞬ね、うんって手応えあったの。なんか、うん、なんだと、一瞬なんだと思って、なんだと思ってそのままグイッてやっちゃったのね。したらね、もう途中で気づいたね、髪の毛を床とポールの間に挟んでて、もうそのままね、私なんかんなんだなんだって思った瞬間に、ね、そのまま力グイッて入れちゃったから、髪の毛ブチブチブチって。小千田式日本教室でございます。革新のモダリティはずだ丸5何回やるんだ、これで最後です。これで最後なので許してくださいね。革新のモダリティ、丸5ということで最後、ちょっとねやっていこうと思います。ちょっと今回のはね、少し形を変えるんですね。形を変えて、まあ、ある特殊な言い方をしていくと。形を変えるっていうのが否定の形ね。はずだっていうのをですね、まあ、はずがない。もしくは、はずはないでもいいんですけど、それ後ほどちょっと触れていこうと思います。今回ちょっとはずがないと。つまり、今回は、否定の形で使うっていうのがポイントになってくると。で、否定の形っていうのが、今回使うのが、はずが、もしくはは、で、はずがない、はずはないというね、この言い方を、否定の形を使うと。そういう形を使うことによって、道理、常識からして、このかちょっと変なチョコだな。道理、常識からして、ありえないよ。ここがポイントですね。今日のはずだっていうのは、ありえない。ね、ありえないっていうことを表すっていうのを一番に覚えていってください。ちょっとなんかんっていうになるところもあると思うんですけど、とりあえずね、うんってなっちゃったら、ありえないってことを表すんだなっていうふうに押さえておいていいかなと思います。で、まあ、つまりそれは可能性の否定だよ。っていうことを表していると。はずだっていうのは一応革新のモダリティとして扱っていったんですけど、なんか、まあ、前回まではね、はずだっていうのはその、当然っていうことを表すっていうふうに言ってたんですけど、まあ、なんか可能みたいなね、可能性を否定していくよっていうふうになっていくので、なんか当然の否定ではないみたいな感じ。当然じゃないよねとかっていうふうのはちょっとしっくりこなくて、ありえないっていうふうになんか置き換えられそうなものっていうことで特殊だということなんですね。さらに特殊なポイントが、この、まあ、革新のモダリティ、まだ動画で紹介してないんですけど、革新のモダリティの類する仲間として、に違いないや、他にも、に決まっているという言い方があるんですよね。これこれに違いない、これこれに決まっているというね、当然だよと、確信してるよとかっていうことは同じような表すものとして。このに違いないとかに決まっているっていうのは、否定の形基本的に取らないというふうに言われている。つまり、に違いなくないみたいなとか、あと、に決まっていないみたいな、いう言い方は基本的にしないよねっていうふうに、否定の形取らないよねって言われている。ただその中で、確信のモダリティのはずだっていうのは、その否定の形、はずがない、はずはないっていうのを、これ取ってもいいよねっていうふうに言われているので、ちょっとこのあたりの革新のモダリティとはちょっと違うところがあるねっていうふうに言われていると。で、その中ではずがないという否定の形にすると、ありえないよっていうね、可能性がないんだ、そんなことない、可能性ゼロだみたいなことを表すというふうな意味になると。じゃあちょっとここで例文をね、見ていこうと思うんですけど、括弧1。昨日アメリカに行った小千田がここにいるはずがないね。まあここっていうのがまあ日本、ね、アメリカに行ったんだから、ね、今日今、小千田が日本にいるはずがないよね。はずがない、ね、そんな可能性は、ね、ありえないぞ、ね、ここにいるのはありえないみたいなことを言ってると、ね、だからここにいるのは当然じゃないとかって言うと、なんかちょっと変な感じがする、変な感じというか、まあ、当然性の否定ではない、ね、可能性の否定だよ、ね、そんな可能性は万に一つもないはずだ、ね、ということを言っていると、ね、で、まあ一応ね、ここにいるとかって、いるって動詞使ってるの、ここでやっぱりここの可能性の否定もですね、基本的にその過去の形、はどうなんですかね、ここにいたはずがない。まあ言ってもいいか、どうなんですかね。あんまり出てこないかなーっていうふうに思うんですけど、どうでしょうかね。まあ、いわゆるね、ちょっと過去の時点での可能性の否定とかね。いやー、なんだろうな。2年前に、
アメリカに、あの時点でアメリカに行った古仙田がその時に日本にいたはずがないとかですかね、うん、どうなんですかね、うん、まあ、あんまり使うタイミングないかなと思うんですけど、まあ、いけるかね、ちょっといけるかなという感じでね、いうところです。じゃあ括弧に行きましょうか。ちょっとどう、あの品種を変えて、8月の東京が寒いはずがないというふうに言った場合ね、8月の東京が寒いはずがないね、まあ、いわゆる恒常的な話ですよね。8月東京ね、真夏ですね、真夏の時期に東京が寒いというのはありえないよで、ね、そんな可能性はないよということを表しているのがこの寒いはずがないというようになると、ね、まあ、いい形容詞もいいんだなというふうになりますね。寒かったはずがない、なんかかなり過去にするとどうなんですかね。なんか疲れたタイミングありますかね。寒かったはずがない、あの2年前の東京、2年前の8月の東京が寒かったはずがないとか、はずがなか、寒いはずがなかったとか、こっちの方を過去にするのかな。でもね、あんまりここをなかったとかにするっていうのもなんか見ないような気がするんですよね。どうなんでしょうかね、まあ、言えないわけじゃないんだけど、そんなに多くはないかなという感じになってくると思います。括弧3の例文見てみましょう。こんなに大量の食べ物を一人で食べられるはずがない、ちょっとごめんなさい切れちゃったんですけど、はずが、ないというふうに言ってるとね、食べられるというね、これちょっとね、できるはずがないとかみたいな感じで、ここに、可能の動詞を入れると割と例文作りやすいかなというふうに思うんですね。こんなにたくさんの業務ね、業務を一人でできるはずがないとかってね、言ったりとかすると、可能の動詞プラスはずがないというのはちょっと相性いいのかなというふうには思うんですけど、皆さんどうでしょうかね。どんな例文が皆さんが思いつくのか。ちょっと少し脱線というか話なんですけど、まあ、食べ物ってなってるかなからっていうのもちょっとあるかなと思うんですけど、ここ、おかく、ね、こんなに大量の食べ物を食べられる。ね。あ、ごめん、これ、ら抜き言葉気をつけてくださいね。食べれるでも、だとら抜き言葉のね、可能形になってしまいますからね。食べ物を食べられる。ね。通常ね、ここね、割と、やっぱり、まあ、食べ物の場合ちょっと難しいかなと思うんですけどね。おかくが画角に変わって、可能の動詞になる。例えば、運転、まあ、これはちょっとね簡単なんですけど、運転をしますね、運転をできますってあんまり言わないですね。ここ近いので余計に運転ができますみたいに、画角になるような、傾向がもちろん可能形の動詞だったらあるんですけど、これお書くのがいいのかなって思うんですよね。で、私もちょっと はっきりなんかどうなんだろうなっていうふうに分かんない、ごめんなさい、なんか頼りなくてね、ですけど、なんかここのここに一応画も画角のような画ね、まあここコンビネーションなので、ここ画角だよ画角だよってはっきり言ってね、なんか伝えるわけでもないんですけど、画だよって教えるわけでもないんですけど、ここに画があるからなんか嫌われたのかなって、その画が二重になるというか。だからここの昨日アメリカに行った古仙田がここにいるはずがないみたいな感じで、ここの画角が2個あるのも若干となんか違和感あるのかなっていうふうに思ったりもするんですけど、皆さんは感覚としてどうでしょうかね。まあなので、ちょっとそこのあたり、なんかちょっと話は脱線しましたけど、なんか影響を受けてるのかなっていうふうに思うところが、見て取れるとね。まあこれはちょっと余談でしたね。まあそんなところでありえないということを表すんですけど、先ほど後で話しますよって言っていた、はずがないとはずはないというね、この2つの違い。で、まあ端的に言うと、まあがとはのね、ちょっと単純な力の違い、角助詞のがと、まあ、取り立て助詞の和の、機能の違いに起因してくる、原因があるんですけど、がを使うとはずがないっていうと、なんかこれこれな、例えばここにいるはずがないっていうのと、ここにいるはずはないっていうのと、ちょっと私もちょっと言い方変えましたけど、はずがないって言った方がなんかこう強く、そんなはずがないみたいな感じで、今見つけて、そんなことありえないありえないっていうふうにすごく強調したりとか、今発見して驚いてるとか、そういったことを表してる。だから、がっていうのがね、その、未知の情報、いわゆる、昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいましたみたいな感じで、新しい情報を
まだ出てないよねって情報を出すときは基本的にガを出してくるみたいな、見分け方ありますけど、そこのポイントで、新しい発見で、驚きを表すような、だからはずがないって言った方が今発見したことでちょっとびっくりしてるよみたいな感じで強い、ありえないっていうことを表すのかなと。はずはないっていうと少し和らぎますよね。つまり ここにいるはずはない、はずはないんだけどなみたいな感じで、うーんみたいな感じで、すごくなんか今発見してなんかわーっとかってなってるんじゃなくて、うーんなんか変だなみたいな、前から知っててなんかちょっと変だなって思ったみたいなイメージになるので、ちょっと基地ね、すでにこうなんか知ってるような内容になってくるのかなっていうふうに思うとね。でだからここにいるはずはない、なんか例えばね、なんか失敗をなんか何回も繰り返し、いや失敗するはずはないんだけどなみたいな、そんなことありえないんだけどなってね、でもなんか突発にボーンとね、失敗一個失敗して、ああ失敗する、これは失敗するはずがないみたいな感じで、言うのはありなのかなっていうふうに思うので、まあそうですね、もう少し簡単にまとめると、はずがないっていうと、発見して驚いて、強く否定してるような感じ、はずはないっていうとなんかちょっと強めの否定ではなくて、なんかおかしいなみたいな感じのぐらいに思ってる時に、はずはないっていうのが出てくるのかなっていうふうに、思います。ということで、今回そのはずだの否定の形がどういうことを表すのかで、確信のモダリティのその2違いない2決まっているとかの類と、比べてみても、否定の形っていうのはあの2つ、この2つであれば取らないね。でもはずだは、否定の形を取ることができて、否定の形になるとありえないというね、可能性の否定を表すよっていうことを確認していきました。ぜひ皆さん、ちょっとね、今日はちょっとはっきり答えがはっきりしないことがいくつかあったんですけど、ちょっと皆さんもぜひ考えて、まあちょっと感覚によるかなとか、ネイティブのどうなんだろうなっていうところによってくるところはあるので、なかなか難しいところ、私もちょっと勉強不足で、はっきりしないところがあるんですけど、皆さんもぜひ考えてみてください。というわけでありがとうございました。皆さん最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画いいと思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また明日の授業で会いましょう。